省は4月5日午後6時頃に中国海軍の空母3艘のほか、フリゲート艦や戦闘支援艦など合わせて3隻が、沖縄県波照間島の南およそ 300km の海域を航行するのを確認したと発表していました。3艘は中国初の国産空母で、太平洋上の航行が確認されたのは初となります。そしてその同日、沖縄県宮古島周辺で6日午後、陸上自衛隊の隊員ら10人を乗せたヘリコプターが消息を絶ちました。さらには事故があった前日、当日には中国はこのような動きをしています。この件についての因果関係ははっきりしていませんが、今回陸自ヘリ墜落事故で同乗していた着任わずか5日目の師団長が担当警備区を越えて視察しなければならないほどの重要かつ緊急な事態とは一体何だったのでしょうか。そして防衛省も早々に事故と判明と発表したことにも違和感を感じますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。